皆さんこんにちは。杉並区議会議員の小林由美です。本日も始まりました、小林由美の深読み。本日のテーマはこちらです。少年法ということで、どうしていきなり、少年法について取り上げるのかと言いますと、先日ですね、8月28日の出来事なんですが、福岡市の商業施設、ショッピングセンターみたいなところで、なんと21歳の女性がですね、自称15歳の少年にですね、包丁で刺されて、それで搬送された病院でその女性が亡くなってしまったという大変ショッキングな事件がありました。それで、犯人がですね、自称15歳ということなんですけれども、この少年はですね、もともと施設にですね、更生施設にいて、それで脱走してその足でですね、ショッピングセンターに行ったということなんですね。それで女性を刺したですね、後に、女の子ですね、6歳ぐらいの女の子に、馬乗りになって包丁を振りかざしたところで捕まったという、ことがありました。もうあと一歩で、少女の命も奪われてしまってたのかなと思うと、本当に恐ろしい事件だったかなと思います。それで、気になるのがですね、自称ですが、15歳ということなので、この、少年法が適用されるでないかというふうに世間では言われてまして、この少年法ってそもそもですね、GHQ の指導のもとにですね、その改正してですね、成立したという経緯が戦後の歴史の中であります。で、簡単に言うとですね、少年法では、未成年者ですね、には成年同様の刑事処分を下すんではなくて、原則として家庭裁判所ですね、により、保護・更生、これからの人生で、人間になっていただけるようにという、期待も込めてなんですけれども、そういった処置を下すことを規定しているということなので、犯罪を犯しても、実名報道されなかったりですね、そういったことがあり得るということなんですが、この少年法に関してはですね、国民感情という、大変デリケートな問題があるので、私ももし自分のですね、将来子供がとか孫がもうそういうね、自分もそうですけれども、身近な人がですね、何か犯罪に巻き込まれたという時に、その犯人がですね、未成年だからといって刑が軽くなるっていうふうなことがあったら、確かにですね、許せないなというふうに、どうして同じ罪を犯したのに年齢でというふうに思うんですけれども、そういうことを想像するとですね、確かに国民感情も加味しなければいけないかなと思うので、取り上げてみたんですが、先日ですね、9月1日の、産経新聞の報道なんですけれども、この少年法を、改正をしようというその議論がありまして、これは、法務局のですね、改正をするですね、法制審議会っていうところの、部会というさらにですね、分かれてる、ところの中の、少年法の、その部会があるんですけれども、そこで、改正の要綱案を、その9月、中にも、提出をするんでないかというふうに言われているというふうに報道がありました。で、これを提出すると、国会の方でも、議論になるということなので、改正の第一歩ということなんですけれども、そこでは、どういうことが議論されていたかっていうとですね、18歳から19歳のこの微妙なんですね、この、年齢ですね、ここをですね、厳罰化すべきではないかという動きがあるということなんですが、それはどうしてかっていうと、令和4年から非選挙権というかですね、成人がですね、18歳からっていうふうに、なるということなので、いろんな手続きがですね、なのでそれに合わせて、この、少年法も合わせて変えるべきだというふうな議論があったということで、こういった流れができています。それで実際にですね、報道を見てみますと、ですね、この具体的に、中を見ると、例えば18歳がですね、罪を起こした場合に、成人の刑事手続き、成人と同じような手続きは取らないで、
一旦もう全部、火災に、装置する、というルールは、まあ、維持する。これは公明党さんの、意向らしいです。で一方で、これは自民党さんの、意見のようなんですけれども、火災から、家庭裁判所から原則逆送、する対象については、まあ、現行の故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪だけでなくて、それに加えて強盗や強制性交など短期1年以上の懲役禁錮にあたる罪を加えるということで、これがさらにですね加わったことによって、まあ、厳罰化ということになります。そして逆送後に、公判請求されれば、18歳から19歳でも実名や本人と推定できる住所や年齢、要望などの推知報道を可能にするというのが、この、改正の案になっています。なのでちょっと厳しくなったかなというところなんですけれども、このですね、今話題になっているのが18から19歳ということなんですけれども、一方で、犯罪被害者の方、曰くですね、この、まあ実名報道、とかですね、かなり良かったということなんですけれども、もっと厳しくすべきだっていうような、声もあります。もちろんそうなんですけれども、まあ、確かに凶悪犯罪、殺人とかですねは、現時点でも、まあ、例えば15歳16歳でもですね、罪に問われるっていうことはあるんですが、その、まあ、微妙なですね、その、まあ、これ犯罪だけど檻に入れるものかなっていうような間にあるようなものに関しては、この未成年っていうのはかなりですね、その甘いというとあれなんですけれども、器物損壊とかそういった、これは、まあ、殺人にはならないけれども、罪だけれども檻に入れられて更生の機会を奪っていいのかなっていう議論が巻き起こるような、そういったものに関してはちょっと議論の余地があるというような、流れで、あるようですね。確かにそれも、一つの考え方かなと私は思っているんですけれども、確かに、更生っていうのは、その大体がですね、こういった若い年代で犯罪を犯すっていう子が、大体その家庭に問題があるっていうような、子が多い、ようなんですね。それでその子たちをですね、まあ、犯罪を犯した後に、更生の機会を与えて、それでしっかり、まあ、人間になってもらう、これも大事なことかなと思いますし、あとは、保護司ですね、この犯罪を犯してそれで少年院とかに、いたという子に対して、まあ、更生をするように社会復帰をするように働きかけるというようなですね立場の方もおられます。でそういった方のですね働きも、しっかりあるべきかなというふうに思うんですけれども、じゃあこういったその凶悪犯罪ですね、15歳、で、殺人を犯してしまったとか、しかも、まあ、前科というとあれなんですけれども、まあ施設に入っていて更生中に犯罪を犯してしまったとか、悪質なケースはですね結構15歳、はですね、微妙な年齢なんですけれども、まあ、大人と同じように裁かれるということも、あります。でこれがですね、少年法に関して先ほど、まあ、戦後 GHQ、によって、整えられたというふうに言いましたけれども、平成12年ぐらいですね、これがですね火災から、検察にその、まあ、この火災でとどめておくのは、どうかなということで検察に送られるこの逆送というこの年齢がですね、あのバスジャック事件ですね、切れる17歳っていうあのワードが問題になったかな、社会現象になったかなと思うんですけれども、この事件がきっかけで、逆送の年齢が下がったということなんですね。というわけで、ちょっとずつですね少年法も形を変えて、はいるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、一方でですね、まあ個別に出していいのか分かんないんですが、日弁連とかですね、まあ弁護士さんはですね必ず入らなければいけないというね、会がありますが、こちらの方では、まあ更生の機会を、まあ、奪ってしまうんでないかということで、その凶悪犯罪というか、まあ、犯罪を犯した人に対してでも、
あまりですね、その未成年ということで罪に問うべきではない、ちゃんと更生させて、社会に復帰させるべきだというふうに、まあ、主張する人が、多いですよね。の、まあ、日弁連っていうのも、まあ、弁護士さんっていうのはその日弁連とですね、あとはその都道府県とかその地方のですね、弁護士会に2つ所属を必ずしなければいけないということなので、野良のというか、弁護士さんはいないということになるんですが、この必ず、所属しなければいけない、まあ、日弁連というのが、まあ、宇都宮健児さんとかが一時期会長を務めておられましたけれども、これがもうかなりですね、左派っぽいというかですね、まあ、左派なんですけれども、かなり左にかかっているんですね。ということで、やっぱりその犯罪の被害者より加害者を守ってしまうような、風潮があるというのが一つの問題であるかなと、思います。ちょっとずつ少年法が、厳しくというか形を変えつつあるんですけれども、やっぱり、まあ、日弁連という大きな、団体がありますから、例えばその裁判が、起きてもですね、裁判員制度が、まあ、始まって10年ぐらい経ちますけれど、まあ、一審でこの、まあ、犯罪者は、ダメだということで、死刑だっていうふうにたとえその前科一致でなったとしても、大体もう二審でひっくり返ってしまうとか、それはもう本当に、まあそうですね、まあ、弁護士の力もあれば、法の世界ではそういうふうになってはいるんですけれども、なかなかうまく裁かれないことも多いということなので、しっかりこの国民も改正案ですとか、この流れを追っていく必要があるかなというふうに思っております。今話したように裁判員制度っていうのも、まあ、一応あるはあるんですけれども、やって一審で決まっても二審で覆されるっていうことが多々あるので、まあ、単なるガス抜きなんじゃないかとか、そういったことが、言われていますよね。なので、しっかりとその、まあ、私は立法の、まあ、三権分立で言えば、その位置にいるんですが、まあ、私は、国会議員ではないので、杉並区の条例を、まあ、作る立場です。なので、ちゃんと国会議員の皆さんも、しっかりですね、まあ、犯罪被害者の方にも目を向けて、いただいてですね、しっかりと法改正を行って、良い方向に、持っていってほしいなというふうに思っております。ちょっとシリアスな話なんですが、後半ではもうちょっとですね、深い内容でいきたいと思います。